山崎町の中心部、山崎町は兵庫県中西部にかつて存在した町。思想郡に属した。2005年、山崎町、市宮町、芳賀町、千草町が4町合併して思想市となったため、地方自治体として消滅した。現在、旧町域は思想市、山崎町の町町名になっている。思想郡南部に位置する。 古来から山崎藩の城下町、稲葉街道を介した山陽と山陰の結接点、伊保川水運の中心として、一新後も昭和期に軍政が廃止されるまで、総軍の軍役所が所在するなど、古くから総軍の中心市街として発展してきた。現在でも姫路市、鳥取市を結ぶ国道二十九号と京阪神、中国地方を結ぶ中国自動車道の交点であり、 交通の要衝となっている。またジャスコなど大型ロードサイド店舗が進出し、春間北西部の中心市街となった。古来から稲葉街道による山陽と山陰の結節点として発展し、江戸時代には本田や山崎藩一万国の城下町として一層の発展を遂げた。また、1621年には町内在住の立野山小兵により、イボ川水運が開かれ、 高瀬船の就航が可能となり、軍内の物資の集積地として、より一層の発展が進んだ。維新後、廃藩地権により、山崎藩が廃され、山崎県が置かれたが、後、姫路県に統合され、再び、兵庫県に統合され現在に至る。思想史の発足により、旧山崎町役場は、山崎市民局となったが、2009年3月に、 思想市,市役所の新庁舎が完成したことに伴い廃止、解体された。2022年3月頃までに観光駐車場として整備される予定である。小学校、中学校、高等学校町内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 西日本姫新線張間新宮駅。思想良い温泉。ありがとうございます。